かかないあかりとあるホスピスの市長さんから聞いた話その市長さんは彼女が若かった時の市長である佐藤さんから聞いたというから話の古さがわかる戦後しばらくまでこのホスピスは結核患者の隔離施設だったその名残は今でもあって本館は平成になって建てられたが その奥にある旧館は地下に広い防空壕があるもっとも患者を入れることは想定されていないもので実際に使われたこともないそうだがこの急館は昭和初期に建てられたもので老朽化のため翌年の取り壊しが決まっているそこで現在中の荷物を一時的に倉庫に移すための片付けの最中だそうなのだが その時聞いた話だ休館の病室が並ぶ廊下は今でこそ暗いながら蛍光灯が中を照らしているが結核の隔離施設時代は夜はろうそくを灯していた各部屋の前に簡素な食材があってそれに刺したろうそくを夜勤の看護師がつけるのが常だった当時は結核といえば不治の病で そうでなくとも暗い病棟の中をろうそくの明かりがちらちらと揺れる不穏な噂や怪談話はいくつもあって当時はまだ新米で怖がりだった佐藤さんはできるだけ日勤を希望していたそんなある時夜勤の看護師たちの間で奇妙な噂が流れた 亡くなる患者がいる部屋のろうそくが消えている当時病室は2人1部屋で夜にろうそくが消えた病室は2人いる患者のどちらかが亡くなるというのだどちらが亡くなるのか諸説あるがこれについてははっきりした話はなかったらしい病院側はそんなことはない気のせいだとしながらも実際にナースに引きずられるように 一本だけ消えたろうそくを見せられた院長は、青ざめた顔をして逃げ帰ったらしい。そんなこともあって、この噂はかなり信憑性があるものとして、日勤の看護師たちの間にも広まった。そんなある夜、たまたま法事で勤務できなくなった看護師の代わりに、佐藤さんが夜勤に就くことになった。 怖がりだから嫌です、などという理由が通るはずもなく、断れないまま夜勤の日がやってきた。嫌だ嫌だと思っていると、夕方の点灯の時からすでに恐ろしい。夕方5時に各部屋の前のろうそくを交換して、火を灯しながら佐藤さんはビクビクしていた。二階のとある部屋に差し掛かった時のこと。 燃えさしのろうそくを外して、新しいろうそくを入れ、手にしたろうそくで火をつけようとするが、なかなか火がつかない。芯が湿気ているのだろうかと、ろうそくを取り替えてみるが、やはりつかない。噂を思い出して、ぞっとした瞬間、ようやく火がともった。 一旦噂を思い出してしまうと、もう怖くてたまらない。小走りで残りのろうそくをつけると、ナースステーションに取って返した。ナースステーションにいた同僚に火がつかないろうそくのことを話したのだが、どうやら恐怖は伝染するものらしい。大丈夫よ、などと言っていた同僚も一緒に、三人で震えていた。怖いからと言って帰れない。 せめてもの対策として、いつもは一人ずつで行う見回りを、この日は二人一組でやることにしたのだ。見回りは二時間ごとに行う。午前一時の見回りに佐藤さんは出かけることにした。ろうそくの明かりがあるとはいえ、ほの暗い廊下を同僚と寄り添うように歩く。一回は何事もなく終わり、 二階へ続く階段を上った時足音が聞こえた今足音がしなかった佐藤さんがそう尋ねると同僚は震えているのかおなずいているのかわからないくらい首をガクガク震わせていた足音は二階から聞こえたような気がする 恐怖で足が止まってしまった佐藤さんの手を同僚が引いた。見回りしたことにして、もう帰ろうだが、そういうわけにもいかない。汗ばむ手で食台を握り直し、佐藤さんは階段を上り切った。だが、病室前の廊下を見ると、 二人は驚きと恐怖で立ち止まってしまった。誰かがいる。ろうそくの前に立っているにもかかわらず、正体がはっきりとしない黒い影。その影がろうそくをかすめると、部屋の前の廊下を照らしていた明かりが消えた。そして生まれた闇に溶け込むかのように、 影も消えてしまったのである。震えながら二人、固く手を握り合い、ろうそくが消えた部屋の前へと進んだ。その部屋は、夕方ろうそくがなかなかつかなかった部屋だった。震える手でろうそくの明かりを灯し直し、佐藤さんたちは転がるようにナースステーションへと引き返したのだった。 翌朝はまだ元気に見えたその部屋の患者さんは、夕方息を引き取った。その話の締めくくりに、佐藤さんは笑ってこう言ったそうだ。結局その後もたくさんの死神を見たけど、自分の死神は見たくないわね。